野茂秀夫は、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。トルネード投法と呼ばれる独特なフォームから繰り出される、フォークなどで三振を量産し、NPB と MLB で活躍した。NPB 時代は、パリーグ初の沢村栄治賞を受賞、平成初の投手三冠王を達成、パリーグ最多対記録となる、最多勝利を4回獲得している。 MLB 時代には、ノーヒットノーランを2回達成、最多奪三振を2回獲得、新人王受賞という、いずれもアジア人史上初の偉業を成し遂げている。日米通算最多奪三振記録保持者。ソウルオリンピック野球の銀メダリスト。2016年2月から、サンディエゴパドレスのアドバイザーに就任。長男は2015年から2018年まで、 北海道日本ハムファイターズの球団通訳を務めた野野高弘。また、ザグレーテストヒッツのメンバー、3個キャップは演説に当たる。小中学校時代は、全くの無名選手であったが、体をひねって投げると、直球の威力が増すと理解し、後のトルネード投法の原型となるフォームで投げていた。高校は、近代府など名門野球部のセレクションをいくつか受けるも、 不合格となり、大阪府立成城工業高等学校に進学する。高校では2年生からエースとなり、1985年7月19日に、全国高等学校野球選手権大阪大会2回戦の大阪府立育の高等学校戦で完全試合を達成。3年時は、ベスト16進出などの成績を残す。 高校時代の監督は後年その投法を振り返り、トルネードほどひねらないがその片輪を感じたという意味で、つむじ風投法と名付けた。高校卒業時にすでにプロから誘いがあったが、新日本製鉄堺へ入社。新日鉄科学での当時の給料は、額面で11万9千円、手取りでは9万円ほど。新日鉄堺での1年目にはスライダーを、 習得できなかったため、最大の武器となるフォークボールを習得。2年目にはチームを都市対抗野球大会に導き、日本代表に選出される。1988年のソウルオリンピックでは、銀メダル獲得に貢献している。名実ともにアマチュアナンバーワン投手となった進路が、注目される中で行われた1989年の NPB ドラフトでは、 史上最多の8球団から1位指名を受け、抽選の結果、近鉄が交渉権を獲得した。推定契約金は、史上初の1億円台となる1億2000万円。推定年俸は1200万円で、契約時に投球フォームを変更しないという条項が付け加えられた。1990年4月10日の西武ライオンズ戦で、プロ初登板。 その後、勝利のつかない試合が続くが、4月29日の、オリックス戦で、日本体記録の1試合17奪三振を記録し、関東でプロ初勝利を挙げた。同年は新人ながら、最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占したほか、ベストナイン、新人王、沢村栄二賞、MVP にも輝き、パリーグの投手が、 沢村賞の選考対象となったのは1989年からで、野茂はパリーグからの受賞第1号となった。脱三振に関しては、シーズン2桁脱三振試合21回、5試合連続2桁、脱三振、三振ダッシュ率10.99など、従来の記録を次々に更新し、ドクター K の異名に違わぬ活躍を見せる。 1991年には、自身の記録を塗り替える6試合連続2桁脱三振を記録したほか、1993年にも5試合連続2桁脱三振を記録。同時に1990年から1993年にかけ、史上初の新人年からの4年連続最多勝ちと、最多脱三振のタイトル同時獲得を達成。 1991年のオールスターゲームでは、第1戦に全波の先発投手として、マウンドに上がり、先頭打者の立浪和義を、はじめ脱三振6を記録する。第2戦では、秋山康二が自打球で、不傷退場し、他に野手がいなかったため、代打で出場。結果は見逃し三振だったが、秋山がすでに2ストライクだったため、記録上は、秋山の三振。 この時、オリックスの中島聡氏のヘルメットをかぶって打席に立った。1994年は開幕戦の西武戦で4回までに11、脱三振、8回まで無安打に抑えたが、リリーフした赤堀元幸が伊藤勤むに逆転サヨナラ満塁本塁打を浴びて敗戦。7月1日の西武戦では1試合16予球の日本記録を作ったが、 191球を投げて3、失点関東勝利を挙げた。右肩痛のためシーズン途中で戦線を離脱し、最多勝ちと最多脱三振の連続記録も途切れた。近鉄対談の経緯球団との確出1994年の契約公開では、複数年契約と団の村を代理人とした代理人交渉制度を希望したが、球団は肩を故障して、 シーズン後半を棒に振ったことを理由に拒否。この際球団は、君はもう近鉄の顔ではないと告げたとされている。球団社長はマスコミに、年俸をもっとよこせ、ということでしょうと述べ、要求はあくまで、年俸釣り上げのための口実であり、次の公開では、サインをするでしょうと楽観視していた。これに対しのもは、お金の問題じゃないんですと反論したが、 この一連の動きに対しては、マスコミも、近鉄の意見に同調し、次第に孤立していった。さらに、大木明監督時代から球団に対して、様々な不満があったことを語っている。球団はのもが、近鉄でプレーする意思を表明しない限り、トレードや自由契約ではなく、任意引退として、扱おうとした。自由契約にならない限りいた球団でのプレーはできない、ためであるが、 これがメジャーリーグへの挑戦を決意する一つ目の理由となった。代理人、ノ野村は、野モは当初からメジャー合意席を模索しており、近鉄球団から任意引退を引き出したのは作戦であったと後に明かしている。監督との確執もう一つの理由は、同じ当手出身の監督、鈴木刑二との確執だった。野モは近鉄への入団条件に、 投球フォームの改造をしないことを挙げていた。当時の監督、大木明はこれを快諾し、調整方法も本人に任せたため、野野は大木を信頼して尊敬するようになった。これに関しては、メジャー在籍時の晩年に、自分を信頼してくれた大木さんを胴上げするために、チームに貢献しようと頑張っていたが、大木さんが監督を辞められたことでその気持ちは、 薄れてしまったと語っている。さらに1993年に監督に就任した鈴木は自身が主に先発で317勝という実績を挙げた投手出身ということもあってかフォームや調整法など様々なことに関して干渉した。また選手指導としても厳しい姿勢を見せつけていた。例として野もは開幕戦で調子が整えば それで良いという考え方で開幕前はスロー調整であったが、鈴木はオープン戦から結果を要求していた。立花隆二とのマンツーマン指導で遠投など自己流でスタミナを作っていたが、鈴木はひたすら走り込むことを要求し、では一体何周走ればいいんですかととうと、鈴木は何周とかと違う。野球選手はひたすら走るもんなんやと持論を押し通した。 近鉄投手陣は立花に信頼を寄せていたが、立花が鈴木の礼遇によって1993年に近鉄を退団したため、投手陣の反発を買うこととなった。監督就任直後、鈴木は、道上洋蔵のラジオ番組への出演時に、野もについて、三振は取るが支球が多すぎる。フォームを改造しなければ、今のフォームではいずれ通用しなくなる。 その時に、私に頭を下げて来られるかどうかだとのもの、請求力の悪さに不満を持ち、完全に、のものフォームを否定していた。こうした指導法が元で鈴木と対立するようになり、近鉄対談を決意する二つ目の理由になった。当時のもとチームメイトだった、金村義明は著書、勝てる監督負けるボスで、のもの、僕は、別にどうしてもメジャーでやりたかったわけじゃない。 ただ、あの監督の下ではやれないと思った、それだけなんですという発言を紹介している。これらの要因が重なった結果、ノモは近鉄を退団し、メジャーリーグに挑戦することとなった。自由契約ではなく二人引退扱いなので、日本プロ野球界に帰った場合、近鉄に保有権があることになった。当時の野球協約68条、第2項には、全保留選手は、 他の球団と選手契約に関する交渉を行い、または他の球団のために試合あるいは合同練習等、すべての野球活動をすることは禁止されるとなっていたが、任意引退前にコミッショナー事務局から任意引退による球団の保有権が外国の球団にまで及ばないことの現地を得ていたため、メジャー球団と契約することが可能になった。なお、 近鉄は2004年にオリックスと合併したため、保有権はオリックスに移行したと解釈されている。村上正則との確執1995年3月、週刊ベースボール市場で、ベロビーチキャンプリポート。元大リーガー。マッシー村上が、のも、ドジャースの甘えを叱る。と題して、市場4ページを使用して、村上正則に罵倒された。 1995年2月13日に、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結ぶ。契約金200万ドル、年俸は、近鉄時代の1億4000万円からわずか980万円になった。背番号16は、進行のあった、トンネルズの石橋高明が、映画、メジャーリーグ2で、日本人選手役としてつけていた背番号であることから、選んだ。 ノのが渡米した当時の MLB は前面からの長期ストライキの影響を受けたために1995年シーズンの開幕が1ヶ月近く遅れレギュラーシーズンの公式試合数が通常162試合制から144試合制に変更されたシーズンであった5月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦で先発投手を務め メジャーリーグデビューを果たし、村上正則以来32シーズンぶり2人目の日本人メジャーリーガーとなった。7日に初のギダを記録。6月2日のニューヨークメッツ戦でメジャー初勝利を挙げ、14日のピッツバーグパイレーツ戦で球団新人最多記録の16奪三振を記録し、24日のジャイアンツ戦では日本人メジャーリーガー史上初の完封勝利を記録。 29日のコロラドロッキーズ戦まででサンディコーファックスを抜いての球団新記録となる4試合での50奪三振を達成。同月は初のピッチャーオブザマンスを獲得し50.1イニングを投げ2完封を含む6勝0敗、防御率0.89ホイップ0.82の好成績を残す。7月5日に初の得点を記録する。 前半戦を13試合の登板で6勝1敗、防御率1.99ホイップ1.07の高成績で折り返し、オールスターゲームに初選出されて、先発投手を務め、2イニングを1アンダム失点に抑えた。8月5日に初の打点を記録した。8月10日には自身が先発した試合が没収試合になり、メジャーリーグで没収試合を経験した初の、 日本人ともなった。9月12日に初の儀費を記録した。後半戦も15試合の登板で7勝5敗、防御率3.03ホイップ1.03の成績を残し、シーズン通算で13勝6敗、グレッグ・マダックスに次ぐ、リーグ2位の防御率2.54、236、脱三振、リーグ最多の3カンプを記録して、 初の最多奪三振のタイトルを獲得し、チームの7年ぶりの地区優勝に貢献。日米で、ノモマニアという言葉が生まれるほどの人気を誇った。また、ゲーム実況のアナウンサーはノモが、数多くの三振を打者から奪うので、彼が三振を取るたびに日本語で、三振と発言していた。シンシナティレッズとのディビジョンシリーズでは、第3戦に先発したが、 6回途中5失点で降板して敗戦投手となりチームも3連敗で敗退した新人王の投票ではチッパー・ジョーンズを抑えて受賞をしサイヤング賞の投票でも4位に入った1996年のスプリングトレーニング中に3年430万ドルで契約を延長4月13日のフロリダ・マーリンズ戦ではコーファックスに 次、球団史上2位となる17奪三振を記録し、関東勝利を挙げた。30日に、初の死球で出塁を記録した。6月9日に、初の二塁打を打った。7月5日のロッキーズ戦では8回ご安打1失点の投球で、NPB ML、MLB 通算100勝を達成。9月1日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、 メジャー史上3人目となる1年目から2年連続200奪三振を達成。17日のロッキーズ戦では雨で試合開始が2時間遅れたが途中3回からトルネードを封印しセットポジションに終始した投球で初のノーヒットノーランを達成した。コーチで空気が薄いためスタミナの消耗が早く球場が広くない上にボールも飛びやすい。 打者天国として知られるクワーズフィールドでのノーヒットノーラン達成者は2020年シーズン終了時点でもノモのみであり完全試合に匹敵すると報道したメディアもあった。また現在クワーズフィールドではボールを湿らせることで打球を飛びづらくしているがこれはノモの記録達成時に雨でボールが湿っていたことにヒントを得たとされている。この月には 自身二度目となる、ピッチャー・オブ・ザ・マンスも獲得した。後半戦は15試合の登板で7勝4敗、防御率2.84ホイップ1.10と、好調を維持し、最終的に、チーム最多の16勝をマークした。チームは、サンディエゴ・パドレスと、地区優勝を争い、1ゲーム差で敗れたが、ワイルドカードを獲得。アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズでは、 第3戦に先発したが、4回途中5失点と、力を発揮できずに敗戦投手となり、チームも前年に続き3連敗で敗退した。1997年4月25日のマーリンズ戦では、ドワイト・グッデンの記録を更新して、当時のメジャー最速記録となる444回に3での500奪三振を達成。 8月28日のオークランドアスレチックス戦でも、グッデンに続きメジャー史上2人目となる、新人年から3年連続の200奪三振を達成した。前半戦は18試合の登板で8勝7敗、防御率3.81ホイップ1.27の成績で折り返すが、7月26日のフィリーズ戦で、打球を右肘に受けて、退場、打撲と診断される。 故障者リスト入りすることなく復帰したが、後半戦は15試合の登板で6勝5敗、防御率4.81ホイップ1.50と不調に、陥る。9月14日のアストロドームでの、ヒューストンアストロズ戦以降は、トルネード投法を封印し、前年のノーヒットノーラン達成試合以来となる終始、セットポジションからの投球に切り替えたが相手3番、ジェフ・バグエルに、 初回裏先制にランアビ7回を奪三振11も勝敗つかず降板。最終的にリーグ4位の奪三振数を記録するもチームはポストシーズン進出を逃す。オフには6月から張りがあったという右肘の有利軟骨除去手術を受けた。1998年は例年よりも1ヶ月早くロサンゼルス入りしトレーニングを開始。 スプリングトレーニングでは、球速が91マイルパーアワーまで回復するなど、9位はあったが請球が悪く、計21回を投げじ席点19と開幕に、不安を残した。4月3日のレッズ戦では、メジャー自己最多となる7連続奪三振を記録したが、18日のシカゴカブス戦では2、3回を8失点で降板。 メジャー通算100先発となった28日のミルウォーキーブルワーズ戦の7回には日本人メジャーリーガー初本塁打を記録し通算45勝目をマークするも5月9日のマーリンズ戦では右手中指のフェイクネイルの圧迫による痛みを訴え途中降板5月まで12試合の登板で2勝7敗防御率5.05ホイップ1.40と不調だった 1998年6月1日に、ドジャース対談の意思を示し、4日にトレードでメッツへ移籍。7月に3連勝を記録したものの、1試合のリリーフ登板を含む17試合に登板し4勝5敗、防御率4.82ホイップ1.44の成績で、シーズン通算では6勝12敗、防御率4.92と不調だった。 1999年1月18日に1年292万5000ドルでメッツと再契約したが3月24日に40人枠から外れ3月30日に放出された1999年4月1日にシカゴカブスとマイナー契約を結び AAA 級アイオワカブスに配属されたが3試合に先発しただけで自由契約となった 1999年4月29日に、ミルウォーキーブルワーズと1年25万ドルで契約。AA 級ハンツビルスターズに配属された。調整当番で1試合を7イニング無失点に抑えると、5月9日にメジャー昇格。6月5日に初の三塁打を打った。前半戦を13試合の登板で7勝2敗、防御率3.95ホイップ1.37の。 成績で折り返す。8月2日のメッツ戦では、ドジャースとメッツでバッテリーを組んだマイク・ピアッツァと対戦。第3打席で本塁打を打たれるなど、5回9安打6失点で敗戦投手となり、試合後にはずっとピアッツァを相手に投げたいと思っていた。彼にはもう少し良い球を投げたかったと語った。9月8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、ロジャー・クレメンス。 グッデンに次メジャー史上3番目のスピード記録となる147試合目でのメジャー通算先抜三振を達成。後半戦は15試合の当番で5勝6敗、防御率5.06ホイップ1.46と調子を落としたものの、最終的にチーム最多の12勝を挙げた。2000年1月22日にデトロイトタイガースと、 年俸125万ドルできたか225万ドルの1年契約を結ぶ。この年からツーシームとスライダーを習得したほか、セットポジションでのフォームを改良し、クイックのタイムを1.5秒台から1.3秒台に縮めた。4月3日のオークランドアスレチックス戦では、日本人初の開幕投手を務め、7回3安打3、本塁打3失点で、 勝利投手となった。7月2日のカンザスシティロイヤルズ戦では、マック・スズキと投げ合い、7回0、3を無失点7奪三振で勝利。9日のブルワーズ戦では、イタリアンソーセージの着ぐるみで観客に牛肉を配り、ソーセージレースにも参加し優勝。観客には、レース後にアナウンスでこのことが知らされた。しかし前半戦は20試合の登板で3勝7敗。 防御率4.74ホイップ1.48の成績で折り返し8月に右手中指の炎症で初の故障者リスト入り18日のアスレチックス戦で復帰し5勝目を挙げた2000年12月15日にボストンレッドソックスと年俸325万ドル出来高75万ドルの1年契約を結んだ2001年4月4日のボルチモアオリオールズ戦では 電気系統の故障で試合開始が遅れた中、二度目のノーヒットノーランを達成。レッドソックスの投手としては、1965年9月16日にデーブ・モアヘッドが対クリーブランド・インディアンス戦で達成して以来、実に約35年半ぶり13人目のノーヒットノーランだった。またカムデンヤーズにおけるノーヒットノーランは2020年シーズン終了時点で、 のモが、史上唯一の達成者であり、1996年に続き、ノーヒッター達成難度の高い球場での快挙であった。この結果、両リーグでのノーヒッター達成となり、サイアング、ジムバニング、ノーランライアンに次ぐ史上4人目の快挙を成し遂げた。4月26日には、レッドソックスのホーム球場である、フェンウェイパークで、レッドソックス球団が、 MLB 初試合から100周年記念試合となるミネソタツインズ戦で先発を務めた。4月にボストンで行われるナイトゲーム時の外気温は総じて低いのだが、この日のナイトゲームは開始時間から相当冷え込み、ボールを握る手も凍えそうなほどの寒さだったため、ボールのコントロールが難しい状況だった。しかしながら、イニングを進めるごとに投球が冴え、 最終的には7回までツインズ打線を無安打に抑える力投を見せた。5月2日のシアトルマリナーズ戦では、一郎とメジャー初対決し、第1打席と第2打席を2ゴロ、中飛に抑え、第3打席には支球を与えた。25日のトロントブルージェイズ戦では7者連続を含む14奪三振1安打で完封勝利を挙げ、6年ぶりの無支球を記録。 6月16日のブレイブス戦では3回に NPB、MLB 通算2500奪三振を達成。前半戦を18試合の登板で8勝4敗、防御率3.83ホイップ1.21で折り返し、7月20日のシカゴホワイトソックス戦で2年ぶり5度目の10勝に到達した。7月は負けなしの5勝。 防御率3.00ホイップ1.50の成績でピッチャー・オブ・ザ・マンスの投票ではマーク・マルダーに次ぐ2位となった8月からは2勝6敗防御率6.07ホイップ1.49と調子を落としたしかしシーズンを通して脱三振率が9.00を切ることなくリーグ1位の脱三振率10.00を記録し4年ぶりに200脱三振を超えて 自身二度目の最多脱三振を獲得した。2001年シーズン終了後の12月19日に2年1375万ドルで、フルスドジャースに復帰、石井和久と共に入団会見を行った。2002年4月2日のジャイアンツ戦では4回まで1、安打に抑え、5回には西万塁の場面で、新城強しを迎えるが、 新城を2頃に抑え、ドジャース復帰後初勝利を挙げた。その後は、打線と噛み合わなかったが、5月17日からは14勝1敗の、活躍で、6月21日のレッドソックス戦で、メジャー通算1500奪三振を記録。7月1日のダイヤモンドバックス戦では、ランディ・ジョンソンと投げ合い、5回に、ジョンソンからタイムリーに塁打を放てば、 投球でも8回5アンダム死球無失点7、脱三振の高騰で、自己最長タイの7連勝を記録。前半戦を18試合の登板で9勝5敗、防御率3.16ホイップ1.32の成績で折り返した。8月22日のマーリンズ戦では3回に突如、請球を乱して、敗戦投手となる。同年チームメイトの石井和久とは予球数において、 メジャー全体で1.2位を記録した。2003年は、自身3年ぶりの開幕投手に指名され、開幕戦となった3月31日のダイヤモンドバックス戦で、ランディ・ジョンソンと投げ合い、完封勝利。4月20日のジャイアンツ戦で、メジャー通算100勝を達成。前半戦を20試合の登板で9勝8敗、防御率2.97ホイップ1.12位の、 成績で折り返す。9月に右肩回線筋の炎症が見つかるも、故障者リスト入りはせずに療養し、14日に復帰。最終的に防御率は、リーグ6位の3.09、得点援護率が、リーグワースト3位ながらもリーグ5位の16勝を挙げ、チームメイトのショーン・グリーンが、うちには、ブラウニーとエースが2人いると絶賛する活躍を見せた。オフに、 肩の内視鏡手術を受けた。2004年は、球団がオプションを行使して残留。前年に続いて、開幕投手を務めるも、オフに受けた肩の手術からの回復が遅れて休息が戻らず、二度の故障者リスト入りを挟み、4月17日から9月1日にかけて、自己ワーストの10連敗を喫した。このシーズンが自身にとって、ドジャース在籍最終年となった。 2005年2005年は当時、創設8年目のタンパベイデビルレイズとマイナー契約。6月15日のブルワーズ戦で NPB、MLB 通算200勝を達成するが、7月26日に解雇。27日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。NPB。 MLB 通算200勝を達成したことで、日本プロ野球迷宮会入りの権利を得たが、この時は、今は、返事をする必要がないと思うとして、態度を保留した。2006年3月3日にホワイトソックスと、マイナー契約。4月17日に、トリプル A 級シャーロットの先発として初登板したが、右肘の炎症を理由として故障者リストに登録され、 6月8日に契約解除。同月下旬には右肘を手術した。2007年、ドミニカ共和国でのウィンターリーグ参加を検討したが、回復が思わしくないことから断念。リハビリに専念するため、どのチームにも所属していない状態が続いた。その後、リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルの、レオネスデルカラカスに入団し、ベネズエラでのウィンターリーグへの参加が認められる。 10月20日のグアイラ戦では1年半ぶりの登板を果たした。2008年1月4日にロイヤルズとマイナー契約を結ぶ。手術した右肘への負担を軽減するため、トルネードの大きな特徴であったワインドアップモーションをやめ、セットポジションに投票を統一する。オープン戦で防御率は思わしくなかったものの、16イニングを投げ16、脱三振。 四死球は4つにとどめるなど、比較的安定して三振が取れていると評価され、4月5日にメジャー昇格の後、同月10日、2005年7月15日以来1000日ぶりにメジャーで登板した。しかし、この後の登板機会で良い成績を残せず、4月20日にディエフェとなった。2008年5月11日には東北楽天ゴールデンイーグルスが、 交渉意志を示すも入団には至らなかった。7月17日に共同通信のインタビューに対してリタイアすることにした。プロ野球選手としてお客さんに見せるパフォーマンスは出せないと思うし、同じように思っている球団も多いと思う。自分の中ではまだまだやりたい気持ちが強いが、 自分の気持ちだけで中途半端にしていても周りに迷惑をかけるだけだと思ったとコメントして現役引退を表明。引退会見などは特に行わなかった。メジャーリーグでの大半を過ごしたドジャースを除く29球団との試合で勝ち星を記録していたため MLB 全3 9球団からの勝利が達成間近での引退となった。 帰国後の2008年11月12日から3日間限定で、臨時コーチとして、オリックスバファローズの周期キャンプに招かれた。2009年2月1日、オリックスのテクニカルアドバイザーに就任したが、同年オフ、月1回の試合観戦というノルマがなされていなかった、ことと、大石大二郎監督の代任に伴い、契約解除となった。3月10日、入会を保留していた。 日本プロ野球迷宮会へ正式に入会した。2010年2011年には、広島東洋カープの春季キャンプで臨時コーチを担当。2011年11月には、ドジャースが2008年までキャンプ地として使用し、ドジャータウンと呼ばれたフロリダ州ベロビーチのスポーツ施設の共同オーナーに就任した。その一方で、毎年7月に開催される。 日米新前少年野球大会では2011年の大会から日本選抜の監督を務めている。監督として臨んだ同年の大会では長谷川重俊が監督を務めるオレンジカウンティー選抜と対戦。2012年には総監督として長谷川が総監督大塚明則が投手コーチを務めるアメリカ選抜と対戦した。 2010年からは野球解説者としても活動を。初めて解説を務めた同年11月6日の日本シリーズ第6戦、中日ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズのテレビ中継では、ソウル五輪でバッテリーを組んだ古田敦也と共演した。この試合は日本シリーズ史上初となる延長15回、史上最長の試合時間へ至った末に2から2の引き分けで終了。 中継終了の際には、古田と共に、お疲れ様でしたと声を掛け合った。2011年からは、年に1試合のペースで、スーパーベースボールトラバン主義のセパ交流戦中継に、ゲスト解説者として出演している。2013年11月26日、日本人選手として、初のアメリカ野球殿堂入りの候補となったが、2014年1月8日の、 アメリカの野球伝道入りの発表では6票で落選。得票率は1.1%で5%を下回ったことから翌年度の候補から外れることになった。一方、日本の野球伝道では11月29日に競技者、表彰候補に名を連ねていることが発表され、2014年1月17日に秋山幸治、 佐々木和弘と共に競技者表彰者として、伝道入りしたことが、野球伝道博物館より発表された。表彰候補者入り1年目での野球伝道入りは、ビクトル・スタルヒン、王・サダハルに次いで、史上3人目となった。2015年1月18日、アメリカのプロ野球スカウト財団は、桃本・ボクサン・ヒロ氏に、先駆者賞を授与し、 大リーグの国際化に果たした功績を称えた。2016年2月からサンディエゴパドレスのアドバイザーに就任。11月にアメリカのスポーティングニュース社が発表した大リーグで最も重要な40人に37位で選出され日本人選手で唯一選ばれる。2017年3月21日の WBC 準決勝では ドジャースタジアムで開催されたアメリカ対日本の試合前の始球式でトミーラソーダと共に登場し、投球を披露した。タンパベイデビルレーズ時代ニックネームはドクター・ケイ・ザ・トルネード。ピッチャーズマウンドで大きく振りかぶる、ワインドアップポジションで始まってからボールをリリースするまでの間に一旦背中を打者に向ける独特のオーバースロー投法はトルネード投法と呼ばれ、 このオーバースローからリリースされる平均球速86から90マイルパーアワー、最速95マイルパーアワーの伸びのあるストレートフォーシームと77から82マイルパーアワーのフォークボールを武器とした。速球は基本的にフォーシームだったが、左打者には時折カットファストボールを交えた。2000年代に入ると時々カーブ、スライダー、 ツーシームファストボールなども交えるようになった。2004年のシーズン中に肩を故障した後、ドジャースの担当医から、トルネード投法のひねりが肩に負担をかけると、診断されたため、故障明けの試合を含め故障後の試合で登板する、時には、トルネード投法を封印せざるを得なかった。2005年シーズンに、当時のタンパベイデビルレイズで、日米通算200勝を達成した頃は、 トルネード投法で投げていたが、このシーズン途中にデビルレイズを解雇された。翌シーズンから2008年までメジャーリーグに復帰できなかった。2008年にカンザスシティロイヤルズでメジャーリーグ復帰を果たしたが、トルネード投法ワインドアップポジションを封印したために、本来のパフォーマンスからはほど遠く、速球にも往年の切れがなかった。先発投手として、 日米両級会で活躍したののであったが、投球成績が上がらず先発から中継ぎへ配置転換された。結局、このシーズン途中で現役を引退することになった。三振脱取率が極めて高く、プロ入りから9年連続で脱三振が投球回数を上回っている。NPB、MLB 通算脱三振率は9 2 8 MLB のみに限ると脱三振率は8.7344となるが、それでも MLB 歴代30位である。元西部のオレステス・デストラーでは、ノモが日本球界最高の投手と評している。パリーグ審判員、山崎夏樹は、ノモはストライクゾーンの判定を気にせず自分の納得いく、投球を求める投手だったと回想している。ドジャース時代の同僚、ポール・ロデューカは、 ノモは移動中の飛行機内でビールを35杯飲んでも酔いつぶれない主語だったと後年振り返っている。社会人野球時代に何度かキューバ代表と対戦をしている。普段はあまり多くを語らないノモも,もソウルオリンピック後にすごいっすよ。あのキューバのパワー。あんなん初めてですわ。打たれても抑えても何か爽やかな感じで気持ちよかったですと振り返っている。 近鉄入団後も、あの迫力半端じゃなかったっすよねと対戦時の衝撃が、たびたび口をついて出ており、キューバと同じ豪快な野球をする、メジャーリーグへの憧れも宿り始めていた。滅多なことでは驚かない、キューバの選手たちも、ノモの速球と打者の手前で消える魔球に呆れ返り、野モとの対決を楽しみにしていた。日本の選手の名前は難しくて覚えられないというが、 野茂の名前は後年でもしっかりと記憶していた。野茂から本塁打を打ち、三振を喫したオマール・リナレスやアントニオ・パチェコは、ミア・ミーゴと自慢にさえしていた。2003年、日本の社会人野球チームが次々に敗部となっていく。現状に対し、野球を志す若者に、少しでも受け皿を作りたいという理由で、野茂の所属した新日鉄社会チームがあった大阪府。 堺市で、社会人野球クラブチーム、ノモベースボールクラブを設立し、オーナーに就任した。2004年に、社会人野球の全国統括組織、日本野球連盟に加盟。2005年には、結成2年目で、都市対抗野球大会に初出場し、全日本クラブ選手権では、クラブチーム日本一に輝いた。また、少年野球のジュニアオールジャパンの総監督も、 務めている。CM、ありがとうございます。